昭和20年の8月15日っていうのを聞いたことがあります？ないですよね。それまで太平洋戦争っていうのがあって、それの終わったのが20年の8月15日になります。それからその日から7日経って私は誕生しました。8月の27日が私の誕生日ですので、私が生まれる前頃からずっとなかなかみんなどこの家庭もみんな食べることどうしたらいいんだろうっていうんで、ものすごくこう悩むことがあったように思います。それまではわら通りでみんな通りを履いて遊んでいたし、授業も受けていたんですけども、それから次にゴム靴っていうのがあってですね、私小学校に入学した時に履いてたのゴム靴なんですけども、それをなしてました。それから今度はズックっていうようなものにこう変わってきてですね、まあ、そういったものがこうあったのっていうふうに思います。だけども服にしろ何にしろ、なかなか新しいものを買って着せてもらえるっていうことはまずない。上からのお風呂をお下がりをっていうふうなことでですね、そういったものをこう着ていたように思います。だからズボンも服も継ぎはぎだらけの服を着て、ズボンを履いて、そしてこう学校の字も通ってたと思うんですけども、袖口がですね、だんだんとどう言っていいんですか、テカテカに光る状態っていうのがあったんですよね。なんでなんでしょうかね。そしたらね、その当時は鼻が出たら鼻が出たまんまでこう、そうすると鼻がずるーっと下がってきて、ここ辺でピヨッと飛ばす。それでスッてやったら、その鼻が出ていたやつがスッとまた元に戻るんですよね。それがみんな面白くってっていうようなことだったんですけども、そうして鼻がこう出てきて、もうやるようになったらこうって鼻吹くもんですから、ここの袖口は鼻だらけで、テカテカに光っているっていう状態でした。なかなか食べるものにみんな不自由をするっていう状態で、食べるものが少なくて、芋茶貝っていう茶粥なんですけども、私どもの家にはそのお米がないから、代わりに お芋さんをこう切ってですね、その中に入れて、そしてまあ食べるわけですけど、芋茶貝だしね、芋茶貝を食べらせてもらったっていうようなことをこう思っています。シオクジラっていうの知ってるかな。クジラの肉に塩がもういっぱいに含んで、洗って焼いても真っ白く白その塩が浮いてくるっていうような、そのシオクジラをこう買ってですね、まあ、それをこう少しずつ食べながらご飯食べれば、どうにかどうにか食べられるっていうような状態で、そういったことをこうやっていました。ですけども、魚とかなんとかっていうのはなかなか食べさせてもらえないし、なかなか買えるものでもなかったんで、お祭りとか何か大きなことがあるとかっていう時になすると、魚が少しは食べられるかなっていうようなことがこうありました。それから今度は住むということで、近所の家にですねテレビが入ると、まあその集落の人がですね、おいおい、あそこの家にはテレビが入ったで、店に行ってもらおうっていうことで、それでテレビを見に、みんながその家にみんな集まるんですよね。そして今こう思い出すと、ジェスチャー、手と足だけで何を今言ってるかっていうのを当てるっていうジェスチャー、それからお笑い3人組っていうのを、面白いおじさんたちが出て
そのやってるお笑い3人組、それからプロレス、そして事件記者っていうのもこうあったように思いますけども、それを夜みんな見に、そのテレビのある家にザーッと行って、それでその9時頃までみんな見て、それから帰っていくんですよね。そういうことがあってですね、まあ、力道山っていうのはプロレスのこう日本のなんで一番強かった人なんだけど、力道山、それからデストロイヤー、ブッチャー、そういった名前のプロレスの人たちがそのやってるのを見るんですけども、見ているとですね、その当時はまだまだカメラの方もあまりなんでないから映らないんですよね。そして力道山は黒いパンツを履いてたから、おいこれがプロレスなんで力道山でっていうようなことを言いながらこう見るのをですね、私ども、まあ、それで9時頃まで見させてもらって、ありがとうございましたっていうんでみんなが帰っていく。また明くる日にはまたそのみんなその時間をこう知ってるもんですから、また見せてくださいって言っては言ってこう見せてもらっていました。ですから本当テレビのある家のご家族って本当に今考えると申し訳なかったな。みんなの都合で毎日毎日夜になりゃ人が来る、声とも言わんのに来てから、いやでテレビ見せまやのうちって言うて、それでまあ見て帰るわけですけども、なかなかね、あんたら毎日毎日来てもらっちゃやれんちゅうっていうふうなことって、そうも言われんというふうなことでですね、今考えると気の毒なことをしたもんじゃというふうなことをこう思います。37年のいよいよ年末から降り始めたんだと思いますけども、雪がその降り始めてですね、朝起きてみれば20センチ30センチっていうのにこう積もる、またそれをこう抑えるとまたこう何になる、それまた明くる日になるとまた20センチも30センチもっていうのがこう積もっていくっていう、その三八豪雪っていうのがこうありました。それでまあ雪下ろしっていうようなことを、テレビで見る雪下ろしっていうようなことをやらないとどうにもならないっていうことになったわけです。その大雪により鹿野地域でも数箇所のスキー場ができました。大塩利根にありますパブリックスキー場っていうスキー場があって、そして二四つの奥の白池ヶ原に白池ヶ原スキー場っていうのとか、それから堤の石鍋のところに石鍋山スキー場っていう3箇所のスキー場ができました。今名残が残っているのが堤の公民館の途端にですね、石鍋山スキー場っていうのがこう看板が出ているのがです、ね、もしあそこの堤のところを通るときにはちょっと見てですね、ああこれが山崎言ってたスキー場の看板じゃのちゅっていうのを見てもらえたらと思います。諸本堂はですね、皆さん見られたら岩にこう掘った跡が残ったと思う、残ってたと思うんですが、こういう道具、これは皆さん土だから知っちゃってですね、これはまあこれは今頃の道具ですが、のみちもですね、岩を石を掘ったり石に穴を開けたり岩を掘ったりする道具です。これであの穴を掘ったんですね。だからね、だいたい3年以上かかったんです。鹿野はあの台地になってて、川はずっと下流れてますよね、西川は。でここには水が引けなかった、なかなか引くことができなかったんで、地温度ができるまでの鹿野の人は非常に水に不自由していた、遠くの川まで水を汲みに行かなきゃいけなかった。それがもう一日の日課のようになってたんじゃないかと思います。井戸を掘ってもね、ここはなかなか水が出ん地質なんです。で不幸に掘らなきゃいけんから、お金のない人は自分の井戸が持てなかった。
お金のある人はまあなんとか井戸が掘れたけど、それでも日照りが続くと、水がないようになっちゃったんですね。本当に唐の大地に住んでた人は水に大変苦労したんです。岩崎総大門はその様子をですね、見て、ある日寛容寺の瀬戸山に、ね、登ったそうです。そうして下を見たら渋川の川がこう下を流れちゃったから、あの川から水を引いたら唐の大地に水が来るようになるかもしれんと思って、ですね、寛容寺の瀬戸山にトンネルを抜くことと、もう一つはキャンプ場のある方ですね、三骨山っていうんですが、あの方の山裾をずっと回って水を引く二つの方法を考えたんだけど、三骨山を回る方にもやっぱり岩があって、いずれ穴を掘らんにはこっちへこう水が引けんということで、それなりすること寛容寺の裏山にトンネルを掘ろうということを決めて、取り掛かったそうです。まあ、もちろん当時はね、封建社会ですから、藩の許可がないとそういう工事もできなかったようですけど、毛利藩にお願いの文書を出して許可をもらって、掘り始めたのが1651年。それから3年かかって、丸3年ですね、足掛け4年になるんですが、かかってトンネルは完成したそうです。皆さんが見られたトンネルがですね、随分苦労してぐねぐね曲がったり、高さが違ったり、狭くなったり広くなったりと、今の機械で掘るようなトンネルにはなってないですね。随分苦労して掘られたんですが、まあ彼のここに住んでた人も皆水が来たらいいということで協力されたとされたそうでございます。まあしかし当時は今さっき言いました道具もないし、それから測量技術もないから、いろいろその苦労は多かったようです。トンネルが行き合わんようになったりしちゃいけんからというんで、なんか話に聞くと斜めに掘ってこっちからこう出会うように、なるたけ出会うように掘ったとかいう話もありますけどね、まっすぐ両方から掘ったら行き合わんかったら何ぼ立っても行き合わんで、片方の斜めに掘っちゃったらどっかで行き合ったというようなことを考えたようでございます。それで大体長さが 98.4メートルですか、あの穴があるようですけども、そのトンネルに来る前に渋川の柿の木原というとこから 水を作らなきゃいけない。それが大体870メートルぐらいの水路を作って、トンネルを掘ってからやっと鹿野に水が出るようになった。それで鹿野の人はですね、非常に生活用水にもなるし、それから農業用水にもなるし、それからまた防火用水にも使えるということで、鹿野の人は非常に助かった。このようにですね、農業を盛んにする、なぜそれ必要があったかというと、毛利藩は関ヶ原の合戦で豊臣方について負けたわけですね。でそれまで中国地方の8つの州を治めていたのをですね、徳川幕府に防長須王と長門の2州にこうへされたんです。そういうことがあって財政が非常に厳しかったから、田んぼを増やして米をしっかり作れとか、塩を作れとか、紙を作れとか、毛利の三白というんですが、そういう政策を取ったようです。そうした中で岩崎総大門はこういう事業をやったということのようでございます。まあそういうことでですね、鹿野の田んぼが、慶長5年1600年にはですね2300兆部だったんですが、寛永2年には、寛永2年というのは1625年だから、25年の間にですね、
4812ヘクタールぐらいに増えたという記録があります。岩崎さんのこの事業も加納の発展に大変貢献したんだということがそれでわかるかなというふうに思います。